天山サイダー。どうも、タセ TV の神武です。このサイダーね、このラベルからしてね、めっちゃ夏向きですよね。どんな味がするんでしょうか。資料によりますとね、これは佐賀県の酒造メーカーが作ってるんですが、お酒作る時の水を使用して作っているそうです。それとね、最大のポイントとしてはですね、佐賀県産のすだちを使い、人工甘味料は一切使わず、上質の砂糖を使った昔ながらの製法による美味しさをお試しあれって書いてますね。私に感じ取れるんでしょうか。それでは早速飲んでみましょう。見た感じはほぼ透明なサイダーですね。それではいただきます。甘さもあるんですがね、すだちの苦味がよく効いていてね、すごく美味しいサイダーですね。大人のサイダーって感じがします。いつもね、美味しいか美味しくないぐらいしかわからないんですけど、これはね、美味しいサイダーですね。すごく美味しいです。はっきりはわからないんですけどね、人工甘味料を使ってないからか知りませんけど、後味がすごくいいですね。ごちそうさまでした。はい、その中で今回は佐賀県のご当地サイダー、天山サイダーでした。大成 TV。